前回の続きです。格納ハッチやたら多いです。ハッチのシャフトが通らないのでピンバイスで穴を広げないといけないのです。だいたい1ミリのドリルでちょうどくらいでした。今後、ピンに切り替えます。結構な速さでなくなりました。コックピットはシート以外ほぼブレへブラックで着きましたが、再度塗り直し予定。ガイアのマルチクライマーで塗装剥げ防ぎます。4色で塗り分け、ベルトはフラットアルミで筆塗り、クライマー塗っても若干剥げる。パネル付近の塗り分け、資料と説明書異なります。資料優先。防毒マスクしてますが、若干外気を空気してしまう。パンツと防毒マスクは必須。ちょっと外すと終わり。息を止めて作業室入る。補充する、吐き気する、持ちで下がる。オレンジキャノピーかぶせるのでほぼ見えないんやな。あんまり見えないのになぜ塗装するのか。微妙に見えるからです。しましまレバー終了。ご存知のことと思いますが、レバーはレールアウト用です。取り付けますか。いつも思うのです。後付け設計お願いします。はかなくも先付け、マスキングが手間です。最後は先に塗装しておきます。墨入れですか。クリアは拭かないとにじみます。格納部分は汚れる前提なので、多少綺麗じゃなくても大丈夫。手間を惜しむべからず。コード買わせよかな。0.5 ミリのパイピングケーブル束ねます。マットで長さ揃えます。直線テープをバンド代わりにします。コードぶっ込むところ、開口。資料ではもっとたくさんのコードなどでごちゃごちゃしてます。改善する根性はない。ちなみにエナメルのフラットレッドでアクセント入れた。ミサイル取り付けたらほぼ見えなくなる。足はクリがついて、墨入れをやりやすくしてます。寂しいのでこれもパイピングケーブル合わせます。ちなみに C 型は関西着陸のためにダブルタイヤです。見てくれてありがとう。本体マスキングまでたどり着けなかったな。